乳製品と運動で体づくり、雪印メグミックスキー部と一緒に丈夫な体を作りましょう。こんにちは、雪印メグミックスキー部の岡部貴信です。今回は足腰の骨と筋肉を鍛えるドロップキャッチをご紹介します。家事や仕事の合間に体を動かして一緒に楽しく足腰を鍛えましょう。ドロップキャッチを行うときは顔を前に向けてお腹に力を入れましょう。安定性のある椅子やテーブルに手を添えてつま先立ちをします。足を肩幅に開き腰を下ろします。スキージャンプの動作のようにお尻を引き膝は曲げます。つま先立ちで体の芯に力を入れて着地します。きつい場合は椅子やテーブルで体をしっかり支えてくださいね。しっかり両足で地面につき、バランスが取れたら両足を伸ばします。これで1回、4回で1セットです。2セットを目安にできる回数を行いましょう。それでは1セット4回やっていきましょう。つま先で立ってスキージャンプのアプローチ姿勢をイメージして着地。きつければ両手を使ってシュッと体を下ろします。できるだけ素早く体を落とします。最後にもう一度ジャンプのアプローチ姿勢をイメージして着地。いかがでしたか？できる範囲で自分のペースでやってみてくださいね。ドロップキャッチが終わった後は6Pチーズ、乳製品と運動で丈夫な体を作りましょう。